ハム家族の夏休み。イエーイ。今日は3年ぶりに会う友達を迎えにこれから行きます。みんなで楽しい夏休みを過ごします。イエーイ。ソータとヨコニャの楽しみ？楽しみ。早く会いたいね。マジでかい。でかいでかいでかい。おい。ジャパンレンタカーでレンタルしました。アルファードです。子供はね、子供は一番後ろで3人並びます。551です。はい、全然出ました。551持ってきました。まだ暖かいね。すごい。じゃあ今日はカンタさんはこのファミリーマートの豚まんと551の豚まんを食べ比べます。どっちやろ。結果裏にこれコンビニが喧嘩売ってるのと同じじゃない。どっちがお好みか言って、あの後でティントンで、あの個人的な主観ですって言えば大丈夫やから。じゃあ551。はい、食べ。はい、どうぞ。ソータのふるさとの味は岐阜で食べるふるさとの味。そうですか。美味しいです。なんかちょっとコンビニとは違うよね。生地が甘くて中が甘い。中がトロトロしてる。中がトロトロ。はい、551の、あれこっちか。はい、じゃあ豚まんいただきます。これを食べるとね、3年前にヨーコとソータと吉本を見たことを思い出すよ。いったね。いただきます。うん、うまい。おいしい。肉肉しい。肉肉しい。なんかさ、551の肉まんってさ、肉甘くない？うん、生地が甘い。551は。うん、美味しい。ちょっと美味しいか。うん。あ、ちょっとコンビニと違うね。中のあんがやっぱ美味しい。美味しいね。うん。まあ一般的にはコンビニのね、肉まんと食べ比べてみたいと思います。見た目からちょっとだけ切りたいかな。じゃあ、いただきます。一口目は生地だけでした。え、午後一は一口目からもう肉出てきた。はい。ああ、ただもうちょっと生地の厚さがあるやね。いや、ふわふわしてる。おー、美味しいですか。あ、はい。うん、こっちの生地はなんか、とことこ隙間がありますね。多分もっと甘そうな色してるよね。覚えてる。うんうん。玉ねぎ持っていっぱい。うん、玉ねぎ。玉ねぎがね、うん、大きいもんね。たけも、たけのこの風味がで、どっちの方がうまい？そう、結論やな。どっちがお好みですかやな。これは、みんなで551かな。551かっこ、これは個人的な感想でございます。そうですね。さっきのあの便利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 お店の便利お店の家族商店のあの鳥居家族家族鳥面白い。シートベルトしようと思ってたのに。あ、ブブー。あーああ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 あえ、あれ？あ、あれ？黒色の安全守るためのなんか。あ、いいや。安全、あの、あれ、なんだ。いいね、いいね。シャラインナビーズだ。あ、やっぱおもろ。ぐっちゃ、音楽かけると著作権に違反してしまうので、社内は鼻歌でお願いします。
マジ？はい、なし、音楽なしでお願いします。あ、そうね、そうね、お友達のね。みんな今からどこ行くの？オレンジや陶芸。あー、そうです。そうや、泥まみれになる。なんで、なんでこれシートベルトできるの？あ、また行ったね、君は。あー、あ、疑いの気分は全然無理だ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。早速助け合い。そうだ、ドヤ顔してます。俺が助けてやった。どう、みんな、あの3年前会った時の記憶ある？なんか、そうだ、覚えてる？覚えてる。迷子になったね。あ、お店のさ、あの、商品ずっとジーって見てて、それでみんなパーティーって気づいたら、気づいたらポチになっとったな。ソータ、習い事何してんの？英語と、水泳と、ソロバン。あ、ソロバンやっぱやると計算早いっすか？早い。じゃあ問題出しますよ。はい。45+25は70。ほよ。ほよ。じゃあ、難しいのいけるんだ。3桁いける。ちょっとケース、あれ、誰か空いてるスマートフォンでちょっとやらんと合っとるかがわからへん。あ、スマートフォン。あ、便利電話、便利電話。それだったらさ、あのお菓子のあれと同じじゃん。じゃあカンタ、あ、いい？ようこそ、ね、借りて、あの便利電話、計算機にしてもらって、なんか、あの、そろばんは何？携帯でいいや、携帯、携帯。あ、携帯はそうだね、漢字もある。3桁いける？わからん、いけるかもしれん。お茶プリン。あー、よ、あれがないでしょ。そいつやこれ、プリン、バーガーよ、バーガーよ、めっちゃ。カンタに出してもらう？あ、じゃあ、カンタ、3桁たす3桁の問題、相談出してあげて。じゃあ、いくよ。175+245。正解。ちょっと緊張してますから。ウォーミングアップ。じゃあ次、じゃあ、569+569+。484。でかいぞ、出た。1053。正解。なんで？なんでクリアが完成だと思ったのに。じゃあ次切ってモード出しちゃってみ。3桁+3桁よ。わかる？3桁って意味。170+。うん。結構何だ、低めだぞ。960。1130。正解。おお。ここに天才じゃ現る。あれバカ。マンハム家族、毎週金曜日配信中。こんにちは。はい、みんなと一緒にこちらにやってまいりました。角山、こちらで陶芸させてもらいます。おい、カンタ、いいよ、行きや。あ、行っていいの？あ、なんか可愛い自転車ある。後でみんなで見よう。トンガラシみたいなのしてください。見て、これトンガラシみたい。はい、どうぞ。これを、やったろか。どうやん、ちょっと待って。嘘、大丈夫か。すごい、広いでしょ。ペペ、はい、ちょっとお兄さん。できる？わしたわし。できない。オッケー。
とやりますんで、よろしくお願いします。お願いします。しっかり聞いとかないか。例えばこの青色が良かったらブルーっていう紙が入ってるんだけど、中にその色の紙が入ってるから1枚取ってもらって、で自分の作品の中に入れといて、横へ置いちゃうとどっか行ってなくなっちゃうね。なくなるとおじさんの好きな色になっとくから。どっちかって言うと手をしっかり、作業する手をしっかりやると壊れてにくいんで。あ、だ大丈夫か。感覚でね、感覚で。じゃあ次は偉くない、大丈夫。ここからが大変だから。今のは別に覚えなくてもいいところだからね。すごいすごい、すごい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 。何それ。今ね、芯出しっていう作業なんだけど、この状態にしますんで、この状態からスタートです。ワンハム家族作ろうね。なんか、なんかうどんのお椀作る。うどん好きなん？え？自分専用のうどんのお椀作る。いや、じゃあ普通のお茶碗にしようか。あ、お茶、2個作れる。あ、そうや、2個作れる。あ、コップ作りたいな。コップ湯飲み。じゃあ早速、基本まで最低そこまでは戻して、ね、で、だいたいこう力入れなくていいから、軽くこう粘土の上の方を積み込むような感じで触ってみて、結構力入れなくて軽く触れるような感じで、軽く触るだけを切って。分かったらね、話そうか。分かったら話して。分かったら次はね、次は手濡らそうか。手ベタベタ濡らして、くちゃくちゃってやると隣のクッションかかるから、そのまま持ってきて、しっかり濡らして、こう今みたいに触ってみて。お、めっちゃ滑る。ちょっと溶けていいかな。ね、すごいすごい気持ちいい。気持ちいい。あ、分かったら手離してもらって、ここから上とこのてっぺんの平らなところをしっかり水ちょっとなじましちゃって、手水つけてガーッとテカテカ光るぐらい、しっかり水をなじましちゃって、ヘッダーの方も気持ちいい。テカテカ光り出したら手離してもらって、決まった。決まった。よし、じゃあ置いていくよ。隣の人は置いていっちゃおう。手濡らしたら軽く上の方を包み込みます。包み込んで、引き手の親指を直角に曲げます。直角に曲げて、しっかり指の爪の先から爪立っててくださいね。しっかり離してやりましょう。そのまま、もう抜いていいからね。しっかり入れたら、なるべく広げなく真ん中に、今度は親指伸ばしちゃって濡らしてもらったら、このピンと伸ばしてもらって、ずっと入れていくんですが、深さ軽く親指1本、無理やり入れなくていいから、軽く1本ずっと入れていく。さっきのところまで入ってたら、今度は横へゆっくりじわーっと力が出てて、ゆっくり滑らせるように。で、水がなくなってくると滑りが悪くなるから、ゆっくりこうなってくると広げる。親指と親指の間に1本指が入るぐらいですね。親指と親指の間に1本指が入るぐらいですね。下の方をぐーっと、下の方がこう、なりこうなっちゃってる。もうちょっとこう、こういう感じ。大きいの？小さいの？あ、じゃあまあ、はい。何作られるか。いいんじゃない？じゃあその、もうちょっとゆっくりこう、蹴るんですよ。どんくらい薄くするの？あ、そうか、3ミリとかって言うと誰か？すぐ乾いちゃうけど。火が整ったらもう自分の好きな形にどんどん変えていってあげてください。これ厚いやつ整ったんかな。結構薄い気がする。薄いやつ厚い湯飲みだったら5ミリぐらい、厚い湯飲みぐらい。この前の感じのトレンドすごいけど、どうしたらいいんやろ。もうそれなら、うん、これ一輪挿し、まん丸な感じの一輪挿し。あ、待って、こう、ぐーっと。あ、ぐーっと。なんか、イボミ。深くないと偉いかもしれない。もうちょっと、今から深くのしていいの？ちょっと言ってのいいところか。
とこれが大きいんで、はいはい、あ、はい、ちょっと、あ、ちょっと指がすごい入ってますね。さっきあの一輪挿し浅いって言われたんで、今深くしました。こうこういう感じでずっと縮めてきましたか、上の方から。ちょっとこうやったりして上の方、はいはい、ちょっと回転しますね。遅く暴走してますね。暴走中。おまけみたいなのが一番めっちゃむず。あ、でもいい感じやん。いい、ね、できればあれだし。私こう私もらっちゃったです。で、お店が短い、ちょっと遅くなる。あ、いとったな。一回り小さくなるって。そうなったよ。なんか口のとこおかしなってたな。ゆっくりでいい。あ、やりますか。はい、はい、あ、ちょ、いいですわ。一回目で。あ、また国ってなったの。ほんとや、なんか乗ってる。なんか乗ってるね。大丈夫大丈夫、そうた。そろそろ終わりましょうか。どうだったみんな。楽しかったけど、うん、普段何気に使ってるお茶碗が、うん、あんなに苦労して作られてるって思ったのがすごいなって。おお、なるほど、いい感想っすね。まあ楽しかったかなって。楽しかった。キッペどうやった。簡単やった。キッペ簡単、キッペ早かったもんね、作ったのね。まだ買いないよ。顔にいっぱいつけとる。原始人。顔に泥いっぱいつけとる。原始人。このチャンネルではもがやの動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバーイ。